Hello everyone, good to see you, good. なに？僕をキャバクラへ連れて行きたかったら5問出すから3問以上正解しなきゃいけないのだ。そうですか。はい。1問目、安倍晋三を含めて暗殺された総理大臣経験者は何人でしょう？3人。×。はい。何県出身？僕、茨城です。茨城。茨城県の高校で夏の甲子園優勝経験のある高校は何高校と何高校？2つあります。土浦日大です。×。正解は上層学院と砦二高でした。ではこの砦二高と上層学院の監督だった人の名前をフルネームで答えよう。わかんないですね。宮中紀夫先生でした、はい、3問全問不正解のため失格です。はい、どうも。はい、今回3問全問不正解で持ち込みました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いいたします。僕をガールズバーへ連れて行きたかったら5問出すから3問以上正解しなきゃいけないのだ。どうぞ。1問目、安倍晋三を含めて殺された総理大臣経験者は何人だ？2人。×。安倍晋三のみなわけないでしょう。はい。何県出身？千葉県です。千葉県。ここ千葉の街にああ緑があふれる、我が母なる高校守れよ永遠に。何高校の校歌だ？高校。それだったら木更津って歌詞に入ると思うんだよね。わかんないけど、木更津総合の歌詞は。正解は千葉経済大学附属高校だったんです。千葉県の何出身？鴨川です。あ、だから木更津総合が出てきたわけね。あ、でも千葉経済の監督鴨川にいたんで。え、松本監督？そうです。鴨川にいたんだ。そうですよ。だってせがれは鴨川で野球やってたんで。それで千葉経済に入学して早稲田大学行ったのかな、確か。卒業後。そうそう、一緒に野球やってたんで。え、あの松本くんと。そうですよ。だから千葉経済大学附属高校を一応知ってたんだ。そうです。甲子園見に行ってます。今は松本監督じゃなくなっちゃったけども。もう、まあ、3、4年前に引退してますからね、うん、もうちょっと前か、5年前ぐらいか。3問目、はい、今年の千葉県代表は何高校？夏の甲子園。では4問目、千葉県の高校で全国高校野球優勝経験のある高校は？優勝経験、千葉県の、はい、あ、木更津中央。バツ。正解は銚子商業と習志野高校。銚子商業の時にはジャイ。木更津中央なかったっけ？ないです。夏じゃなかったっけ、春かな。とにかく銚子商業の時には後にジャイアンツに入る。そう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 、篠塚。それで翌年はヤクルトにいた小川さんが選手でした。習志野高校の、まあ習志野高校といえば他には福浦和也さんもそうですね。そうなんですね。え、福浦和也知らない？福浦知らない。習志野高校出身なんです。吉野部も習志野じゃなかったり。何吉野部？高橋。あれは桐蔭学園、神奈川県の高校出身。あ、出身が習志野とかそっちの方だったっけ。高橋。千葉県出身かもしれないけども、桐蔭学園、習志野だった気がするよな。桐蔭学園の選手として甲子園に行ってる。2年生の時と3年生の時と。そうなんですね。うん。でキャッチャーが西武ライオンズに入った高木大成。はいはいはい。だったんです。2年生の時だから高木大成1個上だ。残念でした、はい、ちなみに柏レイソルが1試合で取った最高得点は何点でしょう？千葉県関係の問題です。サッカー興味ないかな。サッカー興味ないか、はい、13点だった。そうなんですね。うん、5回かな多分。あの風船が上がります。5問中1問も当たんなかったので、4問出したけども1問も当たんなかったので残念でした。はい、お疲れ様です。はい、今回無事、全問正解でした、ご視聴いただきましてありがとうございます。
チャンネル登録の方もお願いいたします。フォーサイスレオでした。I am Leo Forsyth. Thank you.